はい、どうも皆さん、こんにちは。新たです。新たなダンススクールやってまいりました。いやー、ということでですね、さあやってまいりました。今回ですね、NCT イリチルからフェイバリット、こちらのヴァンパイア、見ていきたいと思います。ティザーでね、ちょっと何やら牙が収録ボタンを。よろしくお願いします。さあ、それでは行ってみたいと思います。レッツラン、ゴーツ。最高っすね。これはすごい。これはすごい。これはすごいっすよ。僕最初これ見た時に何か足の形が文字を表してるんじゃないかと。I S I I A P I R P。 分かんなかったです。みんなこうやって寝てんのかな普段って考えるとね、なんかちょっとこう口の中に入ってくってのがまたね、ダンダンダン
さんも想像したことでしょう。私は蝶々になって天王寺の口の中。すっごい綺麗だからよ、やっぱり。すごい。ドヨンくんがやばい、ここの。こいつ。ここのジョンくん、マクちゃんジョンくんの畳よ。こいつ。こいつ。やっぱりてか笛吹くんすね、もう。しょっぱなで。ってことはエスパちゃんたちまた出てくるのみたいなね。笛を吹くとね、ブラックマンバが出るという逸話がありますから。兄貴、兄貴、兄貴、見てください、これ。誰にやられたんだ、兄貴。これはあれかもしれないですね。女性に噛まれたって言われた、あ、でも違うか。テヨン君が牙持って、テヨン君に噛まれたのか。そんなことある。バラードっすね。バラードなんだけど、それを NCT にしているというか、SM サウンドにしてる。これ映像見ないで音だけ聞いてたら多分めちゃくちゃなんかもうってなると思うのよ。ダンス、ゆたくん。ここの目はゆたくんですよね。これ一瞬パッパッ。おティジャーでもありましたね。あ、ここのユタくん、ちょっと待って。綺麗だ。口の中に入った蝶々がね、バタフライがマイハートに Stay here。 君はお気に入りさっていうこの恋心の歌、目線がね、ここの二人がやばい。やば。うわーこれ。すごいよ。ちょっと。これ全部口の中に入ってくるんですから。ジョン君すごいわね。ちょっと。待ってくれって感じよね。ここよね、出てくんのよ、ジャニーさんが。
いや、パーマかってるの好きなんですよ、ジナリさん。見下ろす感じ兄貴。要するに夢のお話っていうことなのかしら。なんかね、これ普通にドラマとかのエンディングで使ってほしいです。多分ね、泣く。もう、なんとかなんとか、お前だったのか!ドワーって、これが、トゥレレっていうのが入るっていうか、トゥレ、トゥレ、これね、多分、バチボコに大音量で夜聞いたらやばいと思います。これ聞いてちょっとね、夜の街を歩きたい。今日歩いてくる、絶対。現場からは以上です。大好き。ありがとうございました。よいしょ、せい。